ポイドモーション ATV です、本日は結構コメントが多かったんで、今日やろうと思うんですけども、スライダーの投げ方をやっていきたいと思います。いつも投げているスライダーをじゃあ今日はちょっとお話ししようと思うんですけども、僕ねスライダー3種類あるんです。まず皆さんが一番知りたいグワーンと曲がるスライダーの投げ方を今回は説明したいと思います。まず先に、お話ししておくんですけど、僕は一回肩を壊してもともとオーバースローだったんですけども、肩を壊して今は3クォーター気味になってます。3クォーター気味になってまして、だからオーバースローの人が自分と同じ投げ方をして投げれるかはちょっと分かんないですけど、今のところ自分は自分は3クォーターで投げてるんで、3クォーターの人は投げれるんじゃないかなっていうふうに、あとサイドスロー、または3クォーターの人は、投げれるんじゃないかなって思います。でまず握りを紹介するんですけど、ちょっとまず今周りにね公式しかないんですよ。この公式ボールでいきたいんですけど、まずね僕はここの丸いところあると思うんですけどね、この丸いここね縫い目、グワンと曲がる、グワッと曲がるスライダーに関しては、こう持ちます。ここの丸くなっているこの縫い目ね、この縫い目に対してここに斜めにこういうふうにここに指かけます。あくまでこれは僕の持ち方なんであれですけど、ここに持つんですけど、縫い目の真上ではなく縫い目の内側に指を引っ掛けます。縫い目の内側と、人差し指のこの中指側ですね。でこうやって設置します。こういう感じで引っ掛けます。内側でこう引っ掛ける人もいると思うんですけど、僕は外側ですね。でこの中指も一応なんかこう添えるぐらいですね、添えるぐらいこの縫い目にこう触れるぐらい持ちます。はい、一番すごい重要なのが親指なんですよ。親指、皆さん親指はどういう風に添えてますかね。真下に親指置いてるって人、真下に持ってるよって人が多いと思うんですけども、僕の場合はもともとそんなスライダーが曲がらないピッチャーだったんですけど、あることをしたら一気に曲がるようになりました。それが縫い目、こう持つじゃないですか。僕はこうですね、こう持った時に親指をここに持つんですよ。こう持つようにしました。こうやってここの縫い目落ちじゃないですか、スライダーの握りを。で親指はこの真下じゃなくってここに持っていくんですよ。こういう感じで持っていきます。薬指小指はそんなに意識はしないですけど、基本的にこう引っかかんないように結構下にギュッと押さえております。こういう感じ。なんか動画で見たんですけど、これはもともとダルビッシュさんが言ってたんですけども、ドアノブ、こういう丸いドアノブがあると思うんですけど、ドアノブをこうやって回すときにみんなこうは回せないですよねっていう話、こうは回せないよね、この方が周りがこの関節の、機能的にこういう風にした方が回りやすいよねっていう話をされてました。確かにそうですね、こうやって回すよりこうやって回す方が回りますよね。それを見て試してみた結果、この握りが自分で一番合うなと思ってやり出しました。こういう感じですね。ここのちなみにここの隙間はしっかりくっつけます。僕はベタッとくっつけます。こういう感じで投げております。はい、で基本的にリリースの瞬間にボールを離す瞬間にグッと力入れます。力入れて、ストレートと投げるこのリリースする瞬間あるじゃないですか。この力入れる瞬間、100の力、それをスライダーでうんって投げる。こういう感じでこういう風に投げます。そんな、なんかあんまりね説明がうまくないんで、もう感覚でやってるタイプなんであんまりちょっと
分かんないと思うんですけど、こういう感じで、僕は持っています。はい、ちょっとでもあの野球やってる人がねいい結果が出るようにちょっとまたなんか変化球あれば、お伝えしていこうと思います。ぜひとも応援コメントいいねよろしくお願いします。また動画出します。はい、本日はありがとうございました。バイ。3000人突破したら、プレゼント企画やります。お、応募条件は、コメントと、グッドボタンだ。グッドボタンと、あとはチャンネル登録。この3つで、やっていきたいと思います。いいですか？ OK です。で、応募の期限は3月末かな。3月末で4月に発表。って感じで、いたします。はい。なんでコメントと、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。